はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はですね、こちらの今キャリアカーで届けていただいたんですけども、この間ね、オークションの方から落札した車だじ、私11台落札したんですね。ほんで今回は自分ところでちょっと運ぶのがなかなかね、ちょっと遠かったんで、外注の陸曹屋さんの方で運んできてもらいました。とりあえず5台分ほどね、今届けてもらったところでございます。前落札した時のね、動画も 2,3 日前の動画で上がってはいるんですけれども、パレットとか、なんだっけあれ、 AZ ワゴン、あと EK スペースだっけかな、なんかね、ミラカスタムとか、とりあえず今は5台ほど、あと下に乗用車も1台、あれ日産のティアナね、なかなかないよねティアナって、日産のティアナ、最終形のティアナかな、平成21年だか20年式ぐらいのやつで、あんなのも落札してみました。とりあえず今ね、落としていただきます。あと落とし終わったらちょっと動画の方、内装とか外装撮ってみようかなと思います。はい、とりあえず今落としてもらいました、ありがとうございます。ミラーカスタム、こんな感じの平成19年式だけがね、あ、いいね、綺麗だね、エンジンも調子良さそう、ルームクリーニングは必要だけど、でもパッと見は綺麗です。よいしょ、9万4000キロです。あ、評価点も4点ついてたわ、こちら評価点4点、ミラいいね、平成19年式の9万4000キロってところだね。エアコンもしっかり効いてます。左下のところちょっと擦り傷が出てるようで、ちょっと映してみようかな。ミラのカスタムだからいいよね、かっこいい。あ、これか、あ、結構致命的、結構だね、結構大きくすっちゃってるわ、まあ、サイドのやつ交換できれば交換した方がいいかな。まあでもどうだろうな、タッチペン、悩むな、まあとりあえずいいや。あ、ここもちょっと傷がね、まあこんな感じのミラーカスタム、まあとりあえず点検動画、まず今から一回走行テストしてみてだね。あとはこちらEK スペース、平成26年式だね、26年式、これはいいね、新しい。ただね、外装が結構傷んでた、手直しが結構だね。ここもこれ、この辺ね、ちょっとベコベコって混んじゃってる、お金かかるなこの車は金がかかる車だな。26年式だ、評価点は3ついてんだけどね、13万6000キロちょい、まあこんなもんか。エンジン動画は良さそうですね、これね、左側が結構べっこりだね、これは完全に板金塗装しなきゃいけないです、これここね、まあ一応板金塗装のつもりで落札をしたんですけども、まあここのところは一応板金の予定でした。正直に板金塗装しなきゃダメだなと思って落札してます。なんだけどここもちょっと思ったよりちょっと目立つねやんなきゃいけないかな、こっち側も。まあ一応ね、でも高年式、26年式の EK スペース、ピンク色綺麗に仕上がればね、欲しい方いらっしゃるかとは思いますね。まあまずこちらも走行テストしてみてだね、しっかりと点検のをかけながら、外装も仕上げて、店頭に出していくように進めたいと思います。あとこっちの鈴木パレットなんつんだっけかな、名前忘れちゃったな、パレットのなんかちょっとこうグレードがちょっとかっこいいやつ、13万キロだ、ナビ付き、あ、こ
これも平成22年式13万キロで点数は4点ついてるんだね。評価点4点の。これいいね。これはなんか大当たりの予感がします。これはいい、格好もいいし状態もいい。え、当たり？当たったかな。これはまああとは点検かけて走ってみてだね、どんな感じか。うん、まあまず外装に関してはお金かかんないで仕上がりそうですね。このね、やっぱ外装の板金塗装もね、バカにならないんです。結構経費かかるんで、とりあえずね、評価点なるべく状態いいやつ買おうと思ってやってはいるんですけども、このパレットに関しては大当たりの予感がします。 AZ はまあこれはもうよくあるよね。あとこれティアナ、これはすごい距離が確か17万キロぐらい乗ってたんだね。なんだけどなんとなく買っちゃったんだよね。このモデルの個人的に好きなんですよ。私セダンが好きだってね、よく動画で喋るんですけど、なんとなくさ、かっこいいよねこれ。なんとなく買っちゃいました。うん、 2500cc のティアナ。あ、綺麗だ。まず仕上げてみよう。外装は非常にいいです。いいね。うん、本当はさ、クラウンとかも欲しいなと思ってはいたんですけど、高くてさ、で、なんとなく買っちゃったって感じだね。うん、まあまあ、でもかっこいいよね、ティアナ。まあまあ、とりあえずね、今はこの5台、落札届けました。あとまた他のやつ、今日届くのか、明日届くのか、届いた時にまた動画の方撮ってみようかなと思いますね。はい、それでね、今日は、今ね、神奈川県の方からお客様がさ、うちのこの YouTube チャンネルを見てくださってて、ご購入いただいたお客様がいらっしゃいました。本当にありがとうございます。ほんで今下取りでこちらの MAX ね、車検が1年ちょい残ってるやつね、うちの方で下取り買い取りってことで取らせていただきました。すごいね、黄色目立ちますね。面白いな。ほんでツヤがすごい、大切に乗ってたんだなって感じの車。これマックスの黄色。まあこちらは、うちの方で一応再販売する予定でね、下取りってことで今回撮らせていただきました。まず点検の方かけてみて、あと、店頭の方に仕上げてから出していこうかなと思います。いやでもね、本当に遠いところからわざわざね、数ある車や、本当にね、数ある車やね、いっぱいありますよ。車屋なんて本当にいくらでもあるの。この中でさ、こうやってわざわざね、ピースを選んで購入いただけるなんていうのは本当に感謝でございます。ありがとうございます。あとね、明日の引き渡し予定だったかな、こちら山形のお客様の方からもね、ご制約のご招待しておりましたね。ありがとうございます。今ね、けんちゃんこちらのライフの方、点検の方も終わらせながら、内装外装ともにね、全て引き渡しの段取り完了いたしましたんでね、あとはね、お気をつけてピースの方に、ご来店いただければなと思います。よろしくお願いいたします。あとこちらのこれタント、これはね、宮城県のお客様の方からでしたね、ご制約いただきました。ありがとうございます。本当にありがたいです。こちらのタントの方も動画の方を見てくださってたね、視聴者の方でお客様としてご来店いただきました。ありがとうございます。こちらのも、点検の方しっかりと終わらせながら、内装外装ともにしっかりと仕上げの方やらせていただきましたので、お待ちしておりますね。明日かな、明日のお引き取りかな、明後日のお引き取りかな、お待ちしておりますので、お気をつけてご来店のほどよろしくお願いいたします。それとこれだ、これもう随分長期在庫になってた、アルトワークス。これ最近ピースの展示場の方を掃除してたんですよ。ほんでまあちょっとね、展示場の移動とかしながら、このアルトワークスなんかも今もう一回再展示するのに、洗車の方をしたりやってました。まあまあこんなのもね出てます。あとなんだ、あとは
こんなとこかな、とりあえず。あとはね、今その展示場の方を私掃除してたって今ね言ってたんですけども、ここ今車を置いてたとこ、ここのとこね、ここ一回ガラガラに今開けたんですよ。まあ、ピースの事務所がありの、こっち側にもいつも車並んでたんですけども、まあ今もちょっともう動画上ではもう並んじゃってんだけどね、さっきガラガラにしたんですで、リクソエさんに運んでもらえたんで今はもうちょっと並べてあるんですけども、ここのところにまだねちょっと車の方並べていこうかなと思ってさ、展示場の今移動の方やりながらやってました。この中古車販売しててさ、展示場の管理っていうのもやっぱりねしっかりやっていかないと。このポップとかもそうですね、やっぱりさ太陽の光って白っちゃけだったりさ、車なんかもそうです、外装ほこりだらけになってみたりね、やっぱりね、外に置いてるもんだからさ、まあでもお客さんにね見てもらった時に汚い状態で置いとくんっていうのはやっぱり失礼なんで、できる限り綺麗にしておいてさ、ね、店頭に並べて、まあ、お客様にね見てもらえる準備いつでもやっておこうと思いながらやらせてもらっております。まあほんでもさ、うち少人数でやってるからね、なかなかねこの展示場の管理にしても、まあ、全ての業務がそうですね 100% 思うように進められないっていうのが実際のところありましてね、なかなか、お客様にご不便かけてしまうところもあってさ、申し訳ございません。まあ、でもね努力でカバーできるところは一生懸命やろうと思いながらやっております。今こっち側ちょっと今展示場掃除してる、展示場の移動してるって私言ってたんですけども、これね6号線沿いピース6号線沿いでね車やってるんですけど、カミ取りの看板とかねあったりして、これ道路、この辺のもちょっと今移動の方とかしたりねやってました。ピースのセダン、このベロッサとかもさ、これも1年くらい前かな、落札してオークションからね買い付けしてた車、ベロッサ。このベロッサって車、なかなかもう最近だと希少車種になってきてるかな、1台しかこのモデルなかったんですよね、ベロッサっていう車が、トヨタのねセダン、独特な雰囲気の車でいいですよね。ね、20年くらい前の車なんだけどね、なんかなんだろう、この見た目がさ、この当時だったら斬新だね本当に。すごいなんかおしゃれな感じがするよね、このベロッサって車はさ。こんなのもねピースの方の、在庫にあります。ぜひね探してる方、まあ気になる方いればね並んでますんで見ていただければなと思います。まあ私がねセダンがやっぱ好きですね、ほんとセダン大好きなんで、展示場に何台かこうやってね置いておくんですよ。このセルシオなんかもいいよね、これ5万4000キロいいよねこれ。まあこんな感じで、やってますあとは あとはね先日ご制約いただいてたこの新しいモデルのクラウンですね。今こちらのクラウンも明日のお渡し予定ですね、けんちゃんに最後の仕上げの方やってもらいます。かっこいい、車前にルームクリーニングの方もね、もう一回再ルームクリーニングだこれ、あとは内装外装仕上げで全部終わりかな。エンジンオイルの交換とかは、やらせていただきました。してますんでね、今から外装の方も内装まず終わらして外装の方も、テロテロに仕上げの方やってもらいます。はい、そしたら、もう1便が今到着いたしました。
これで、これ6台積んできてもらってるんで、合計11台全部到着ですね。トレーラーで運んできてくれたんですね。ありがとうございます。ミラージーノに、日産ルークス、あとワゴン R ピンク色、あ、こんにちは、どうも、運んできてくださってます、ありがとうございます。あとは、スズキのパレットですかね。トップボクシーとかね、まあ、こんな感じなので、まあ、今からまず落としていただきます。はい、そしたら今落としていただきました、ありがとうございます。今ね、落としてるところ、自体ずつね、ちょこちょこ私見ながらいたんですけども、良さそうですね。このワゴン R なんかも距離はね、ちょっと乗ってはいいんだけど綺麗だね。ほんでマニュアル車なんです、珍しいマニュアル車、14万キロぐらい乗ってたかな、距離は確か。でもマニュアル車珍しい。まあとりあえずね、点検していきます。あとこのトッポなんかもこれ綺麗です。24年式かな、年式、車検中途半端に残ってるんで、こいつは一回抹消かけようかな、ね、抹消かけで、あと点検かけで車検通して内外装を仕上げていきます。トッポ24年式黒、いいね、良さそう、かっこいい。日産ルークスのこいつはハイウェイスだね、いいねこいつも。あとスズキパレット、ノーマルだね、ノーマルのパレットピースで、やっとこの横スライドドアの軽自動車が多めに入荷するようになってきましたね。やっぱこうね、10年経ってくると車の相場がぐーっと安くなってくるんで、うちでもこの価格帯、うちでもね、この、車種がやっと取り扱いが多くできるようになりそうですね。楽しみでございます。あとこのノアもね、ちょっと落札してみました。あともう一台あったな、この奥の方にね、ミラジーノも一台落札してて、これとね、これね、いいね、ミラジーノ。なかなか最近ね、これ高いんだよね、ミラジーノって結構さ。いやー、これはうまく買えたよ今回、綺麗ですもんで、お手頃価格で販売できるかと思います。まあ、まずドイツもこいつも全部点検しっかりとかけて、店売り店頭に出していこうと思います。いや、今回なんか当たり車両が多いね、いいと思います。まあ、まだ点検してないからさ、当たりだって言い切れないんですけど、でもパッと見た感じ良さそうな気がしちゃってます。あとこちらのプラン、明日お引き渡しのやつね、もう全部仕上げの方終わりました。明日お待ちしておりますので、テロテロにね、いい書きコーティングやらせていただきましたんで、かっこいい、本当にいいね、高級感抜群ですねこのクラウン。明日お待ちしております。こんなところかな。あ、最後にね、ちょっと展示場の補充した部分、補充通がちょっと移動して、なんかこうすっきりとまとまってきたんで、展示場が一周だけ歩きます。軽自動車、車検2年付きで20万円で乗るようなのたくさん並んでます。この辺のね、 E 系なんかは車検2年付き16万円で販売してます。この辺のは20万円、ね、23万円とか21万円、この辺のも30万くらいの乗り出しとか ね、展示場の方も虫食い状態をね、こうなんとか移動とかしてうまく詰められたかなって感じですね。あとこいつらは車検の方上がってきてたやつらで、このパレットなんかもね、車検の方も仕上がってるんで、内外装仕上げて点灯出ししていきます。こんなところですね。まあ一応来週じゃないや、明日土曜日ね、土日週末に合わせて展示場の方もすっきりとまとまったかなって感じでございます。ね、20万30万円の軽自動車たくさん在庫並べております。ぜひね、探される方いらっしゃいましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。